コルベールはフランス海軍の防空巡洋艦。第二次世界大戦後に巡航させた2番目の防空巡洋艦であり、同型艦はない。本艦は新型航空母艦、クレマンソーと組ませるためにドグラースの改良型として艦幅と喫水を増加し、完備形状をトランサムスターンとした建造された。また、両派性改善のために艦首原則部にナックルをつけている。 また、当初から、ミサイル兵装の搭載を考慮して設計されており、電子装備も強化されているために後に実際に、ミサイル巡洋艦へと変貌した。1959年時の本艦本艦の、船体形状は朝鮮白型船体である。強く傾斜した、クリッパーバウから、監視艦板艦上に、主砲の、モデル1948-12.7センチメートル両用砲。 連想法で中心線上に背負い式に2機、その後方に片弦1機ずつで監視カンパン上に4機を配置した。その後方に副部装の5.7センチメートル機関砲が連想法がで近代的な箱型環境の前に並列配置で三角形状に3機配置された。環境の後方にトラス構造の全部マストが立ち、 船体中央部に一本煙突の前に、後部マストが一本立つ。煙突の原則甲板上に 5.7cm 連装機関砲が、片原2機ずつ配置された。後部甲板上には、逆三角形上に 5.7cm 連装機関砲が3機、その後方に 12.7cm 連装両用砲が後ろ向きに並列配置で2機。 中心線上に後ろ向き背負い式配置で2機が配置された。この武装配置により、監視方向に最大で 12.7cm 砲8門と 5.7cm 砲6門が、減速方向に最大で 12.7cm 砲12門と 5.7cm 砲10門が、完備方向に最大で 12.7cm 砲8門と 5.7cm 砲6門が、 試行できた。本館の手法は、前型に引き続き、モデル1 9 4 8 1 2 7トル療養法を採用した。その性能は2 9 6ラムの砲弾を行四45度で2 2 0 0 0ル行八85度で9 0 0 0ルの高さまで届かせることができた。この砲を新設計の連装砲塔に収めた。用能力は、度、 不1深く重度である。旋回角度は左右150度の旋回角度を持っていた。手砲身の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に電力で行われ、補助に人力を必要とした。発射速度は毎分18発である。他に手砲の補助として、モデル 19515.7cm 機関砲を採用した。 その性能は3 1 7 5ラムの砲弾を、行角45度で13000メートル、行角90度で5500メートルの高さまで届かせることができた。この砲を新設計の連装砲塔に収めた。不要能力は、行角94度、深く10度である。旋回角度は360度の旋回角度を持っていたが、実際は上部構造物に回を制限された。 手砲身の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に電力で行われ、補助に人力を必要とした。発射速度は毎分120発である。機関はボイラー2機にタービン1機を組み合わせたものを一つのユニットとし、これを前後に組み合わせたシフト配置とした。カンビマズルカ連装発射機の写真本館は1972年に、 ミサイル巡洋艦へと改装を受け、武装を更新した。手法は、新設計の、モデル1 9 6 8メ0 c m 自動砲、へと更新された。その性能は 13.5kg の砲弾を、尿角45度で 17,260m、尿角80度で 12,000m の高さまで、届かせることができた。この砲を新設計の単装砲塔に収めた。 不要能力は、行角80度、深く5度である。旋回角度は、左右150度の旋回角度を持っていた。手法身の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に電力で行われ、補助に人力を必要とした。発射速度は、毎分60から78発である。これを監視カ板パン上に背負い式で2機を配置した。他に、主砲の補助として、 モデル1 9 5 1メ7 c m 機関砲を連装砲画で片原三機ずつ計6機を配置した。さらに対空火器としてマズルカミサイルを連装型発射機で完備に1機を装備した。さらに1982年にエグゾセ対艦ミサイルを単装発射機で4機が追加された。完備側の備砲を全撤去したために完備看板上には ヘリコプター乾板となり一機が露天で置くことができた。1956年から1991年までフランス海軍に在籍した。その間、ゆべえる利用停元水の遺体をモロッコからフランスへ運んだり、シャルルド・ゴール大統領の1964年の南米歴有や1967年のモントリオール万博に合わせたカナダ歴法に、 利用されたリトが愛好上重要な役割を果たした。しかし一度も訪問を開くことなく、1991年に湾岸戦争派遣から帰国後に退役し1993年からボルドーの菓子で博物館船として保存利用された。しかし、市の財政難により2006年に博物館は閉館し、船体はブレスト停白地に開港された。バスサンスで 解体工事中のコルベール2016年にジロンド県バッサンスに開港され、同地にて解体工事が行われた。ウィキメディアコモンズにはコルベールに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。